こんにちは、ベンジです。ドラッグオンドラグーン3の続きをやっていきます。今回は C 分岐の4節不安定やっていきましょう。イレギュラーの頻発に歌うたいや使徒たちの精神も不安定な状態になっています。教会都市の兵士たちはすでに精神が崩壊、混沌の中2と1を探し進みますが、そう、前回ここ砂漠を抜けて教会都市に行ったんですよね。2がいなかったんだ。さあどんな感じになってるのか、このまま行きましょうかね。教会都市まで来ちゃったね。B 分岐の時は森で終わったんだよね。森で終わって、 C 分岐は砂漠を抜けて教会都市まで来ましたね。2がまだ残ってるのがなんか怖いんだよな。2が今んところ一番分かんない人だからね。3はあんまり悪い子じゃないんで、ちょっと 3B 期があるかもしれないけど5とかかわいそうだよ。5、4は最初しか出てきてないもんな。あの A 分岐でしか。報告。ゼロを中心とする特異点群から変異が強く観測されている。調和をもたらしているはずの竜ミハイルが退化するなどの異変も確認。確かに退化したね。歌うたいや使徒たちの精神も不安定な状態になっている。そうなんだ。フォールダウンの予兆がないか慎重に調査を行うように。フォールダウン M5110 E0020 DM 記録開始。大崩壊って書いてたよ、ホールダウン。あ、いきなり、あ、あそこに宝箱あった。え、なに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 、あ、そういけって、OKOKOK 歌ってる。なんで、なんで、なんで歌ってんの。ちょっと、オープニングの歌。宝箱はないみたいな。降りれないもんね。え、あ、そっちか。なんで歌ってんだろうね。よし、うわ、来た来た来た。あー、なになになに、変だ、変なことされてなかったよ。やべやべやべ、狂いすぎ母ちゃん。もうダメだ。ああ、もうダメだよ。そうだね。何言ってるかもう分かんないよ。哀れな。凡人はすぐすがるものを間違えるからさ。すがるものを間違える。おかしなものを崇拝してるってことか。その割になんかちゃんとちゃんと立て構えたりするんだよな。どこまで行ったの。よし、あ、じゃあしかし、あれですな、あいた、何言ってるかわからない相手だとまだ持ちませんまだ持ちません。そう、あいた、どうだ。弾き返してやった。こいつらやっつけた。じゃあすげえ食らってる。近づきすぎてもう、いやいや、矢を射る感覚がすごい早いな。こんな色してたっけ、宝箱って。金色だけど、こっちは何もないね。ああ、そういや、この歌って、あれ、あ、インプか。この歌って誰歌ってるの。ゼロなのかな。あのオープニングで歌ってるんだ。それを誰が歌ってるかはちょっとわかんないけど、いや、なんか嫌な感じだなこれ。おお、ナイスナイス。インプやってるね、インプ。私はこっちをやる。あ、ちょっと、あ、
まだこの色これさワンかツーのどっちかが犬好きなんだよ。これ歌いたいね。よし違う違う違うバカバカバカしっかりよしよしまったく全然ダメージ上がらない。槍が効くはずだったんですよ。いいね、すげえ楽しかった。あー、完璧だった。歌っちゃおう。インプはあとだ。いや、HP やべえ。はい、回復しと。いたた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 ダメだな。でもこいつよしよし、はあ、まったく。しかもインプの弾誘導弾だからな。あれあっインプ倒したことになる。てかミハイル何やってんの。インプやれって言っただろ。インプ全身だねこれで。はあ犬っころやるで正解かよ。回復持ってくれ。ない。意外と登れないんだよな、ここら辺。これ回復だわ。よし。じゃあ、あれも回復か？これ。違う。だからもう僕たちね。いやーね、やばいよもう動けるうわでかいね。回復する回復くれない。あこいつやだ。1対1だな。いいねしっかりノックバックするから。1対1なら怖くないもん。どれだけ逃げたか。クラさんぶっ殺す。待ってる。2、1。あー違うのよ。よしよしよし。はい階段であんまり戦いたくない。いやそうなるのよ。こっち来いよ。よしお前は何やってんだ。よいしょ OK 回復ちょうだい。回復レロレロ言ってるよ。トゥー様っつった今。トゥーの部下かこいつら。ワンじゃないんだ。そっち行けない。いやまたですか。1対1ならば。いや 2人来たよ。先に1匹やりたかった。やばい。してくれればなんとかなる。スーパーアーマーの敵が異常に強いからねこのゲーム。閉じるわな。何が出る。でかいの来るか。2だ。あいつにかけた呪いを解け。かわいい目がうつろだけど。トゥー。え。コロ。
お前操られてんだろそれ。うわやるよ。歌ったらどうせそっちも歌うんだろ。私は行かなくては。千と戦ってるけどいい。どうだ。あ歌うわ。歌ったらダメージ当たんないよね。当たるわ。なんで当たんの。こっちも食らってるよ。このクソドラゴンを元に戻す。歌うたい同士だと食らうんだ。なお天気で元気な姿。早くドゥー貴様。よしよし。弱い。歌の力に飲まれたのか。歌の力に飲まれた。めっちゃノックバックする。あっパーティーされた。私が、あれあれあ、カードカードできてない。よし楽にして差し上げられたら。ああ楽にしてあげて。らしくないね、セント。壊れた歌うたい。めっちゃノックバックするんだよ。あガードかこれ。セントもおかしいからお似合いってやつなのか。よいしょ。じゃあ味方同士で争うなって。もちろん。オッケー。どうなっちゃうの？呪い解ける？誰に操られてんの？操られてるわけじゃねえのか。歌に飲まれてるだけか。あ、セント君のとこ行ったよ。殺してあげな。そっちかい。死んでっていうか逆に死んで。何の逆。グルグルして怖え。これで3人分かりですかな。やれ。セントやった。やったわ。頭。トゥー様、これは逃げろ。罠。これが狙いですか。やべえ、4人がかりでやっちゃったよ。いや、嬉しそうにすんな、デカ。なんで嬉しそうなんだよ、おっさん。セント。はい。ここにいます。かっけえ、セント。うろたえないもんね。え、使徒失っちゃった。うわ、全員死んだ。ミハエルもそのまんま。しかもまだ進むよねこれ。だって宝を2つしか取ってないもん。ああこれ違う人歌い始めて。ゼロ進むぞ。テゥーを倒しただけじゃ君の呪いは解けなかった。ワン、ね、全ての歌うたいよ。ワンか。僕はこのままでも回復めっちゃあった。ふざけるな。あった。全部をつけろ。ワンに払わせる。みんな新しい武器。ゼロ、へえ、また一人になっちゃったね。英文機の時と一緒だね。まあ英文機の時はでもさ、自分の意思だから、まあ、ミハエルがいるからまだね精神保てるかもしれない。まあ使徒はね、どうせどっかでいなくなるってゼロは思ってるから、
そんなに昇進はしてないでしょう。経験値すげえの。白33,000、いいね。白やりだ。終焉の継承。あれ、これもう多分次とかで終わりじゃないかな。もう使徒失っちゃったからね。これ強いのかな。終焉の継承強っ。持ち主の終わりを知らせる槍、視聴性。いや、今のやつ好きなんだけどな。連打タイプかどうかなんだよ。まあ、もう一個かな、試しとくか。だから育てるのはまだ待っとこう。めっちゃ高え。あ、回復買わないと。よし、多分次最後だと思う、この C 分岐。ワンを倒すためにね。はい、では今日はこれで終わります。次回で多分 C 分岐最後だと思います。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。